脊柱管狭窄症にはお尻をストレッチしてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院副科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、昨日ですね、上げさせていただいた足から脊柱管狭窄症を治す動画あったと思うんですけど、あれ実は編集ちゃんとやってたんですよ。なのにアップしたのはノー編集の方を上げてしまったっていう、ちょっとドジなことをしてしまったので、今日はですね、しっかり編集したのを上げれてたらいいなと思っております。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日お伝えする内容はお尻のストレッチ方法ですね。お尻のストレッチ方法、脊柱管狭窄症とお尻はものすごく密な関係がありますので、まあ、その理由っていうのを今から解説していきたいと思います。はい、それでは今から脊柱管狭窄症に対するストレッチをお伝えしていくわけなんですけど、どこをストレッチしていくのかというと、こちら青く光った大臀筋と言われる筋肉とお隣の中臀筋、この2つをやっていきます。なぜこの筋肉をストレッチしないといけないのかっていうと、3つ理由はあって、1つ目はですね、大臀筋中臀筋硬くなってきてしまうと反り腰を作ってきてしまいます。で、反り腰を作ってしまうと、今までお話ししたように脊柱管っていうのはそれによって狭くなってきてしまって狭窄症の症状を出してしまうから、この筋肉をストレッチするのが1点ですね。で、2点目、ここからがものすごく大事になってくるんですけど、ちょっとこちらを見てください。今青く光ったものがあると思うんですけど、これは座骨神経ですね。座骨神経です。で、座骨神経っていうのはこうやってお尻の奥の方に入ってるわけなんですけど、大臀筋やこの中臀筋っていうのは硬くなってきてしまうと、股関節の筋肉っていうのは硬くなってきてしまいます。そうするとですね、この筋肉だったりこの筋肉とかも硬くなってきてしまった結果、筋肉同士でこの座骨神経っていうのは圧迫してしまいます。では座骨神経を圧迫するとどうなるかっていうと、間欠性跛行に似たような感じで、歩いてると足がしびれてくるとかですね、休憩しないと歩けないっていう症状が出てきたりとかしますので、まあ、ここをね、柔らかくすることっていうのがとても大事になってきます。で、3つ目がですね、これはちょっとここ青く光ってるのなんとなく見えますかね。おっと、ごめんなさい、こいつなんですけど、これは動脈です。実は動脈がですね、お尻の筋肉が硬くなってしまうことによって圧迫されてしまうと血流が滞ってしまうんですよね。それによって、まあ、血流がですね、足りなくなってきてしまって、休まないといけない、間欠性跛行が出てしまうという方もいらっしゃいますので、そういう人はですね、ここを柔らかくしてあげることによって間欠性跛行が取れる方っていうのは結構多くいらっしゃいますので、ぜひここ今からですね、一緒にストレッチしていきましょう。はい、それではお尻のストレッチを実際やっていこうと思うんですけど、用意してほしいのはこちらですね。テニスボール、あるいはゴルフボールでもいいです。もしかしたら痛いかもしれないので、そういった方はボールにタオルをくるんでいただいて使っていただければと思います。で、先ほど説明した大臀筋ですね、大臀筋がじゃあどこにあるのかっていうと、ちょうどここ腰骨、皆さん見つけてください。大体この辺にポコッとした骨があると思います。で、やるべきところはですね、さっきの大臀筋と中臀筋がちょうど重なるところです。詳しく言うと、このポコッとしたところに骨がありますよね。そこがボール1つ分外側で、なおかつそこから1つ分ぐらいボールが下、大体この辺りをですね、ストレッチしていくのをお勧めします。はい、でやっていく前に、まあ、前かがみ、まあ、狭窄症の人は大体後ろに反らすだったりとか、右にひねるとか左にひねる、そういったので痛い方が多いんじゃないかなと思いますので、まあ、それをまず確認してあげてください。はい、それではですね、実際にやり方をお勧めしていこうと思うんですけど、先ほどお伝えしたところでボールをまず置いてあげてください。はい、置いていただきましたら、ボールを吸ってる側の足を外に倒します。この状態でまず30秒深呼吸をやっていきましょう。
今ですねボールを使ってお尻を緩めましたので、次はストレッチをかけていきます。でやり方はですね、今右をやったので右足を左のところにこのように置いてあげてください。で置いていただいたら左膝を曲げて、両手をですね、両手を左の太ももの裏ですね、こうじゃなくてこっちで、はい、この状態でしっかり掴んでいただきます。掴んでいただいたらこのまま自分の胸の方にぐーっと引き寄せてあげてください。はい、ではやっていきましょう。30秒経ちましたので、次はまたストレッチですね。左足を曲げます。で右足に乗せていただいて、ここから右足を胸の方に引っ張ってあげてください。そしたら大臀筋のストレッチをしましたので、次は中臀筋のストレッチをやっていきます。またボールを使っていくんですけど、当てていく場所は先ほどの腰骨ありましたよね。ここからボール1、2つ分外側ですね、この辺りにボールを当てていきます。でやる側を下にしていただいて横に寝てください。はい、横になっていただいたらこのまま30秒待ちます。右の方に体重をここからこういう風に立ててください。かけていただいたらこのままですね、後ろ右側かつ後ろにこういう風に体重をかけていただくと、おそらくお尻のこの横側ですねが伸びてくるんじゃないかなと思いますので、その状態で30秒ストレッチをかけていきます。はい、それではやっていきましょう。左側をやっていきます。はい、それではまたストレッチをかけていきます。左ですね、
左かつ後ろに体重をかけるとこの辺りが伸びてくるんじゃないかなと思いますので、30秒ストレッチをかけていきます。大殿筋と中殿筋のお尻をしましたけども、次はですね、小殿筋と大腿筋膜張筋のストレッチ方法を次の動画でお伝えできればと思いますので、またこういった内容ですね聞きたい方はですね、ぜひチャンネル登録していただいて、また見ていただければと思います。あと今日の内容良かったなと思った方はいいねボタンだったりとか、あとはですね、コメントだったりお待ちしてますので、コメントの方よろしくお願いいたします。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。